はい、こんにちは。フォータイプ10分改めたアップの民の村長です。はい、本日はですね、皆さんへの感謝と、DM に対する一括返信っていう感じで動画を撮らせていただいております。はい、まず一つ目の感謝についてなんですが、ツイッターを見てる方々はもう分かっていると思います。はい、現段階で残り1000人ちょっとでチャンネル登録者数が1万人に行きます。はい、動画を始めて1年以内で1万人いくことがすごいことなのか、すごいことじゃないのかっていうのもわからないぐらい、私はもう無知で動画を始めて、今でもわからないことの方がたくさんあります。その中で支えてくださった方々に本当に感謝をしております。はい、そしてですね、 YouTuber さんっていうのがたくさん増えた中で、 YouTube でポンと出てきて、ここまで行くっていうのがなかなか難しい時代になってきたのも、私はそれはある程度見てて分かります。なので、大体皆さん SNS で活動していたり、配信でもともと活動していて、知名度が何かしらで上がった後に YouTube に来るっていう方々も本当に多くなったと思います。その中で私は YouTube がもう始まりで、配信なんてもう動画を始めてから後に始めたことですし、なおかつですね、私は一つ目の動画が、すごいことになりまして、一つ目の動画から視聴者さんがいてくれたっていう感じでございます。その中でずっと一つ目の動画から見ていますっていうふうに言っている、そういう方々にこの1万人っていうのを見せられることが本当に嬉しいです。はい、いやいや、あなたアーティストをしてたじゃないですかって思うかもしれないんですが、最終的な結末が、私がアーティストとして歌うのはやめるって決めた、要因ではありますが、意外と音楽とですね、動画っていうのは精通してないです。だから喧嘩が起きて、だから反対する人たちが出てきて、理解してる人が少数派っていう中で、本当にほぼゼロに等しい中で、やっぱり動画を始めたんですね。なので、何かバックアップがあったわけでもなく、ここまで来れたっていうのは、本当に私の中ではありがたいことだなって思っております。はい、なので本当にありがとうございますと、これからもよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、2つ目の、DM に対する一括返信っていうことなんですが、今ですね、本当に毎日たくさん DM が来ておりまして、アトピーだっていうことで、昔嫌な思いをしたことがある方々や、それによって、今起きている現状、精神的なものを含めて、そういうものの悩みや、現在進行形で嫌な思いをしている学生さんとか、会社で嫌な思いをしている方々からたくさん DM をいただきます。はい、ポジティブな DM もたくさんあるんですが、中にはですね、究極を言ってしまえば、命をやめてしまいたいとか、自分が生まれてきた意味も生きてる意味もわからないと、どうしてこんな体に生まれてきてしまったんだ、こんな体に生まれてくるっていうふうに分かっていたんだったら、選べるんだったら生まれてきたくなかったとか、本当にそういう DM も中にはたくさんあります。はい、私はですね、もともとこういう動画を撮り始めた1本目のきっかけになった女の子とはですね、動画撮る前にもともと喧嘩をしておりました。ファンと喧嘩するって基本的にありえないんですが、なおかつ DM を返すってこともなかったので、珍しかったです。はい、もうその中で喧嘩をしてたんですね。喧嘩になった理由と、動画を作ったきっかけっていうのが、もともとその女の子がアトピーであることでいじめを受けてるから、学校に行きたくない、生きてるのも嫌だと、私は命をやめたいですと、そういう DM を送ってきたのがきっかけで、私も同じ病気を持っているので、結構衝撃を受けたんですね。はい、だからその女の子に聞いたんですね。いじめられてるから学校に行きたくないのって、それとも行きたくないからいじめられてるって思い込んでるのって、結果論と目的論っていう話なんですが、忙しかったからできなかったのか、やりたくなかったから忙しくしてたのかっていう哲学のお話です。人間ってどうしても自分を正当化したり、言い訳をつけないとやっていけないので、実は言うと、やれなかったんじゃなくて、やらなかったっていうことの方が大体ですよっていうお話です。その女の子に
まあ、その話を、まあ、送ったらユッキーさんはいじめられたことがないからわからないんですっていう風に、まあ、喧嘩越しの DM が、まあ、返ってきて、まあ、私はそれに対してああそうだね私はいじめられたことないですってだっていじめられてるって思ったことがないからだから私はいじめられてないですってその女の子に返しました。どんなにお金持ちでもその人が不幸せだと思ってればお金を持っててもその人は不幸せなんです。どんなに貧乏でもその人が幸せだって言ってればそのお金持ちよりも幸せなんです。だからあなたが不幸せだと思ってるんだったらずっと不幸せですよって。幸せは来るもんじゃなくて思い込むものだって私はそう思ってますとその子に返しました。でそれがどういう意味なのか動画を見てくださいと上げた動画が1本目の動画です。そして動画をアップした後にその女の子に送った DM は私はあなたと同じようにアトピーがあります。でもあなたが持ってないやけどの跡を持ってます。あなたが命をやめたいと思っているんであれば私はもうとっくに思ってましたねって。でもなんで私は幸せそうに見えるのか分かりますかって。幸せだと思ってるからですよって。あなたがどんなに今から幸せだ幸せだって思い込もうとしてもそれに追いつけないぐらい私は自分自身を幸せだと思ってますよってその子に DM をしました。だからいじめられてないって思って騙されたと思って学校に行ってみたらいいよってその子に伝えて結局いつかの動画で話はしたと思いますがその女の子は一つ目の動画でしたメイクを真似して写真送ってきてくれたり病院に行くために外に出るようになりましたっていう風に DM を送ってきてくれたり今は学校にも通ってます。そうつい最近にですね恋人ができたらしく私のところにですね私多分ユッキーさんより幸せだと思いますよっていう DM を送ってきましたな。うん、なんか今はそういう感じでまあそのことは言います。ただやっぱり DM 読んでて、まあ、すごく皆さんに伝えたいことっていうのはもう私は本当に皆さんが思う通り悩まないです。これははっきり言えます。なんでかっていうと右に行くのが不正解か左に行くのが不正解かって悩んだとしても私は自分の選んだものすべてが正解だと思ってます。というか選んだからには正解にすると思って生きてます。なので絶対不正解は引かないです。そしてそれを選んで生きてきた人生の中で作り上げてきた自分自身っていう人間アトピーもそうだしやけどの跡もそうだしそういうのも含めて私は不正解の人間だと思ってないです。だって全部正解を引いてきたと思ってるし正解にしてきたからです。そしてきっとそれは皆さんも同じだと思ってます。生まれてきて正解だったと思います。正解にできれば、まあ、私は正解にできる人間こそが全て正解だと思います。まあ、その女の子にも言った通り、まあ、今お話しした通り欠陥品だとか生まれる価値がなかったとか今決めることじゃないと思います。人生の感想も自分の命への感謝もきっと一番最後に分かることだと思ってます。一番最後のその時に正解だって言えればいいんじゃないですかって私は思ってます。なので今決めることじゃないです。そして私もまだまだ最高だって決めるのは早いのでこれからもずっと努力は惜しまずやっていきたいと思いますので一緒に頑張っていけたらなって思ってます。はい、これがですね皆さんからいただく DM への返信でございます。ということで本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。4タイプ10分1期改めてアップの民の村長でした。